来一が安政3年8月30日は、江戸時代の儒学者、広島藩主。名は、元京王、字は、小朝、陽名は、都合おす、通称は、あまりはじめ。別号に、春明、ら、各年、うご賢、ん、小異常し、36林王女を大使。来三陽の長子。母、あつのお腹の中にいるときに、三陽が出本したため。 犯法により生まれてすぐ母は離縁され、成家に戻され、以降祖父母にあたる来春水、梅夫婦の子供として育てられる。春水の着手は、山陽が出奔したため拝着されたことにより、養子として、春水の弟である、より春風の子、より元叶えを迎えていた。山陽自身は捕らえられ、連れ戻され春水の屋敷の離れに遊兵され、文化に年金神が説かれた後、 文化八年京都を拠点としている。一庵は、春水の屋敷で育てられ、幼き頃より、春水や慶譲る、そして、春水と春風の弟にあたるライアンツ壺から、訓導を受ける。文化十二年慶譲るが病死、そのため一庵が春水の着手となった。文化十三年、一庵十六歳の時に、春水が死去、広島より家の家督を継ぐ。 判明により後見人に春風がつき、以降一案は主に安図壺から学ぶことになる。文政元年、反抗学問所に出資。より家は、祖父、春水から代々藩主を務めており、一案もこれを引き継ぐことになる。天保2年5月、一案31歳の時に江戸詰めとなる。江戸に向かう最中、京都で、父、山陽と対面を果たした。 天保三年広島藩奥詰実績。同年九月、父、三陽死去。天保四年江戸詰めの一案は、藩主浅野彩祝に、三陽の著書、日本外史を献上する。江戸詰めは天保四年まで。また藩主、彩祝の着手である、浅野慶沖の時効となる。広島に戻ると、春水に習い家塾、天日堂を起こす。天保十二年広島藩奥詰め。 また山陽死去により生活が苦しくなった腹違いの弟の来四方と来三木三郎の面倒を見ている。ただ山陽死去後、一案はたびたび酒に溺れるようになっていき、親友の坂井小山にたしなめられるなど周囲が心配するほどとなった。加盟2年2月藩主、採宿の前で藩の重心今中大学を罵倒したことにより、謹慎処分を受け、 家営3年3月一案48歳の時に、隠居、家督を、死死、雷い誠県に譲った、安政3年病気により死去、去年56、墓所は、広島市南区七山にある多門院、著作に一案志向など、ありがとうございます。